明けのあまげひらでございます。何はともあれまげひらニュースでゴー。はい、ありがとうございます。糸満市物産センターゆくらに来ているのでございます。8月の短月の入域観光客数がいよいよ100万人を超えたということで、沖縄県なんと46ヶ月連続で最高記録を更新しているさなかでございます。海外のお客様27万5700人ということで、右見ても左見ても海外のお客様が沖縄を楽しんでいるという状況にいよいよなったんじゃないかと。で、実際現場どうなんだと、マゲヒラレッツゴー、タフさんに声かけてみようかなと思います。こんにちは。宮平です。よろしくお願いします。お願いします、はい、もうお勤め長いんですか？こっち。そうですね、6年半になります。もうほとんど海外のお客様になってますね。 60% ぐらいですね。やっぱり言葉があまり聞き取れない、うん、まして添乗員が近くにいたら通訳とかしていただけると思うんですが、その添乗員さんも全然寄ってこないんで、こちらがちょっと不安かな。片言のイングリッシュ、英語で、そうですね、片言で S、OK。 福原です。よろしくお願いします。沖縄のならではの見ていただいたり、こう生物ですね、海ぶどうとかそういうのすごい興味があるみたいなんですが、うまく説明がやっぱできないとか、中国語表記、英語表記にしたりだとか、どうにかジェスチャーでこうやったりとか、多言語変換のタブレットでフェイクさんのタブレット入れさせていただいてます。日本語表記のものをバーコードをこちらでスキャンしていただいて、はい、お客様の国の言葉で商品の説明、食べ方とかですね、材料こういうのがありますよということで、本当に一人スタッフさんが増えたような通訳のそういう感じで使わさせていただいてます。これをどうやったらもっと美味しく食べられるよ、お麩はお菓子じゃないよとか、そうやっぱお麩をお菓子と勘違いして召し上がる、その場でポリポリっていうお客様もやっぱ中にもいらっしゃったので、そういう時にピッてするだけでこういう感じで作り方こうだよ教えられるっていうのはすごいです。糸満市のこちら、地場産品コーナーといって、福潤さんの麩だったりトータル天然だしとか糸満で作られたもののコーナーになってます。当店限定なのがこのキャロット万能だれ、甘口と辛口、こういうギフトセットに贈り物用で喜んでいただいてます。ゆくらに来たらもう糸満の歴史とかこういう文化に触れていただけるような、ここに来るともう糸満の全部が分かるよっていうぐらい全て揃ってますので、こちらに来ていただいてそういうのを感じてもらいたいですね。マゲヒラニュースでゴー。ありがとうございます。イエーイ。